昨日午前思い出のとしまえんという本の情報が出てすぐ動画にしました情報が出たのは SNS なので利用していない人たちには情報もなく知らないうちに発売されて知った時に買えなかったとならないようにするため動画にしました私のチャンネルでは数は少ないと思いますが本が出るということをお伝えしてとしまえんに思い出のある人たちが買えたらと思いがあります なので早めに予約して発売日5月31日を待ちましょう。石字ふるさと文化館で展示されたものや本でしか知り得ない情報もあると思いますので予約は忘れずにしましょう。過去に機械遺産カルーセルエルドラドの写真集が発売されて買えなかった人たちが SNS で買いたいとなり再発行しましたが売れ残ってしまったのでそうならないようにしましょう。としまえんの思い出があり思い入れのある人で知らない人がいたら教えてあげてください。私個人の考えなのですが 練馬区の図書館や学校などにあればと考えており、練馬の歴史の勉強になると思います。もし区役所や学校関係者の方たちがこの動画を見ていたらそのような活用も考えていただければと思います。ではご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。よかったらこちらの動画も見てね。